まあ、この台の上で血管造影も手術もできますし、こちら側見ていただくと分かると思うんですが、まあ、CT のガントリがすでにこの部屋にスタンバイされていると。でとなるとこの CT がわっとこの後入ってきて、よいしょ、ちょっと動かしますけど、まあ、患者さん搬入されて、まあ、もろもろ治療をしながらすぐにこの場で CT が取れると。でもしこの場でお腹の中に出血しているとか何かしらの手術が必要だというふうな形になれば、この場所で手術もカテーテルも全てが完了できるというのがこのハイブリッド ER ですね。これによって患者さんの、治療が短縮される、治療完了するまでの時間が短縮されるということを期待しています。同時にですね、救急外来自体をアップデートしましたので、ここに入るほど重症じゃない患者さんにとっても検査までの時間を短縮するということで、様々な患者さんに恩恵を、受けてもらうことができるかなっていうふうに考えています。